ヒリユーは、海上保安庁の消防船。ヒリユーは、横浜海上保安部所属の巡視船であり、石油タンカーや LNG 船などの大規模な、海上災害に対応が可能な、日本国最大の消防船。放水銃を7機装備し、総動線形の船体と、全旋回型の可変ピッチプロペラを採用し、復元性と操船性を高めている。 放水10号系の最大放水量は毎分4万6000リットルで海水を消火剤として使用するが災害状況に応じて化学消火剤なども使用可能なよう設計されている。洗浄火災のほか東京湾沿岸に乱立するコンビナート火災の対応も視野に入れた体制が組まれていて運用されている。船尾側からの千入本線は 昭和43年度計画で建造された、比理由の台船として設計された。総動船体に背の高い放水筒を乗せて、その上に伸縮式の放水銃を装備するという、スタイルは、銅船のものが踏襲されている。門型の放水筒は操打室後方に配されており、伸縮式放水筒の他に、手機、補機の灰ガス管も組み入れられている。 概要での炭鉱性能向上のため、還元を高く取って、ドーマ連結部下部への波浪衝撃緩和を図るとともに、視野も大きく取った。また増波抵抗軽減のため、選手部はバルバスバウトされた。放水時の操船、繊維保持性能確保のため、推進機としては、旋回式可変ピッチプロペラを採用した。これは、海上保安庁の選定として、 初の試みであったが、横移動やその場回答性能に優れ、操船性能の飛躍的な向上をもたらした。指揮官としては、増速機付き中速ディーゼルエンジンを搭載する。これは、ユニバーサルジョイントを介して、旋回指揮下ピッチプロペラを駆動するとともに、増速機を介して、消防ポンプ2機も駆動する。なお、指揮官及び推進機の制御は、 操打室の機関制御盤及び操船スタンドで行う。主電源としては、ディーゼル発電機2機を搭載し、公開時には1機、出入口及び消火活動時には2機で運転する。消防装置としては、下記のような装備を有する。このうち、伸縮式放水筒は、最大伸長時には、海面上、約27メートルに達する。また自衛噴霧ノズルは、 船橋周りを重点として、居住区画を含む、上部構造物全体を覆えるように配置されているが、消火活動時の視界確保のため、噴霧高さを、工程2段に切り替え可能である。なお消火剤としては、泡原液を約22000リットル、粉末消火剤を約5100キログラム搭載する。これらの消防操作は、操打室の操作盤で使用する。 放水灯及び消火剤を選択すれば、あとはポンプの起動から関係弁の開閉、消火剤放出までを自動で行えるようになっている。各放水灯の作動状況や監視カメラを通じた火災状況は2面の船内モニターで監視可能となっている。また可燃性ガスや有毒ガスを検出するためのガス検知装置を装備しており、可燃性ガスに対しては 赤外線式ガス分析系で5カ所の濃度を自動検出し、濃度の推移を表示することができる。また有毒ガスについては、全5カ所の補修所のうち1カ所あたり3種のガスを同時検出可能となった。また炎上する大型タンカーを迅速に栄光するため、後部上甲板には40トンの栄光フックを備えている。なお作業の省力化及び、 防爆性能向上のため、簡板機器はすべて油圧作動とされた。放水支援運用実績は良好であり、仙台の日理由型を更新するための同系線建造も検討されたが、巡視線の更新が優先されたために実現しなかった。仮に今後実現したとしても、多少の解説系を施した準同型線になると予測されている。 2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震で千葉県市原市にあるコスモ石油製油所の LPG タンクが爆発炎上した。発生時横浜にいた比利ウと巡視艇泡波が急行したがガスが漏れ続けている状態で消火すると周辺地域、海域にガスが流れ出る恐れがあった。火がついたタンクは燃やしたまま 炎症を防ぐための冷却放水を行った。燃焼が安定してきたため、12日の夕方に、比理由は放水から離れた。最終的な沈下は21日であった。ありがとうございます。